こんにちは、あいです。今日は本当に叶えたい願いは叶うというお話です。私はなんかこう願いは叶うとかいう言葉があると思うんですけども、その願いっていうのが本当に叶えたいものなのか、例えばその心の底から絶対これ叶えたいと思ってるのか、それともなんかみんなもやってるから自分もそうなったらいいなっていうぐらいのちょっと軽いな願いっていうか、そういうことなのかによって叶う確率って違うんじゃないかなと思います。で、例えば私の例なんですけども、なんか Google マップを使いこなすことができなくて、なかなかこう Google マップを見ながら思った方向に進めなかったりして、なんかもう使うの難しいななんて思ってたんですが、最近は絶対ここに行かないといけないっていう場所とかだと、どうにかなんか試行錯誤しながらいろいろ反対方向に行ったり回り道しながらでもどうにかたどり着くことができるようになってきました。で、これってみんなが Google マップをなんかサクサクっとこう使ってるのを見て、あ、いいな、私も使えるようになりたいなと思ってる時は全然使えなかったんですが、もう目的地があって絶対にこの時間までにここにたどり着かないといけないっていうぐらいの時に Google マップ使っていたら、なんかもうその時はもう夢中でこっちかなあっちかなっていろいろやりながらどうにかたどり着いたということがあります。で、これって Google マップだけに関わらず他のことにも言えるなと思って、例えば健康なんですけどもちょっとした病気とかを薬をもらって治そうと思ってた頃はなかなか健康になれなかったんですが、結構体が体調不良でもうどうにか して自分で体のことを考えて健康にならないといけないって強く思って、でそこからいろんなことを調べ始めて、で自分に合った健康法が分かって、で健康な状態に戻ってたっていう時は本当に心から健康になりたいと思う気持ちがあって、でその気持ちから来る願いだったんで叶えられたのかなと思います。お金の問題もそうだと思ってて、私はなんかこう大金持ちになってもうすごいなんかめちゃくちゃ大きな家に住んでたくさんのものを買って、でこう派手な生活っていうかこうすごく映える生活みたいなのをしたいっていうのはないんですけれども、小金持ち自由に使えるお金と生活に使うお金があって、で大好きな旅行に行ったり、で自由にいろんなことをできるようなそんな小金持ちになりたいな、でお金がいつもこう循環して入ってくる状態がいいなっていう、そういう願いはあります。でその、大金持ちになりたいじゃなくて小金持ちになりたいっていう、こう自由なお金が普通に入ってきて、で普通に使うっていう、こう循環してる状態を願っているんですけれども、それは本当に心の底から願ってる願いなので、それは本当に徐々に叶ってきてるなって思います。ということで願いは叶うっていうことは事実だなと思うんですが、それにプラスして本当に心の底から絶対に叶えたいと思ってる願いはほぼ叶うんじゃないかなと思ったというお話です。
ということで、今日は本当に叶えたいと思った願いは叶うというお話でした。最後まで聞いていただきありがとうございます。